皆さんこんにちは、元気ですか？今日もいい天気ですね。沖縄からの配信となります。で、私の後ろに、港の姿なんですが、こちらは、メキジン村の運転港というところです。私の前から見てくださってる方は知ってるかと思いますが、この港からあの2つの離島に、2つの離島に行けることはできます。それは伊平屋島と伊是名島です。運転港は、結構大きな港ですね。やっぱり2つの島とつながっているというのもあるんですが、あの歴史的に、今帰仁村とこちらの伊是名伊平屋島のつながりが結構強くて、私最初ちょっとびっくりした。なんで例えば本部とか名護からじゃなくて、なんでここからフェリー出てるんだろうなってちょっと気になってましたが、やっぱりそういう元々のつながりが結構強くて、あとこの2つの離島、小中学校はまであるんですけど、高校はもうなくて、奥の伊是名村民と伊平屋村民は高校に行くとなると、今帰仁にある北山高校に入学、進学する、学生は結構多いと聞いたことあります。もちろん他のところにもたくさんの人は行くんですけど、ここはアクセスも一番いいというのもあるのと、歴史的なつながりがあるので、この2つ、3つの村がつながりは結構大きいのですが、ここはすごく面白いポイント。伊平屋と伊是名島は、沖縄本島からおよそ40キロぐらい離れてるんですね。で、この2つの離島の間5キロぐらいの距離しかないです。なのにこの2つの島を結ぶ、フェリーがないんですね。なので公式的な交通機関、がなくて、で本来は例えばこの2つの島行きたい人は、フェリーに乗って伊是名行って帰って、またフェリーに乗って伊平屋行くっていう形になるんですけれども、これは伊是名、伊是名の窓口と伊平屋の窓口ですね。それぞれ分かれてます。満点ですね。ちなみにすでにチケットを買ったんですけど、今伊平屋の片道、まず買いました。片道大人2480円、プラス、環境協力税100円かかりますので2580円、往復買うと少し200円ぐらいお得になるんですけど、ちょっと伊平屋から買えるかとかまだ分からなくて、とりあえず片道だけ買いました。では、出発は、11時なのでもう少し時間かかります。ちなみに両方伊是名島とも伊平屋島とも、1日2便しかないですね。で、多分人がもう結構集まってきたから、先に多分伊是名にフェリーが出るかな。真上やっぱり最高。あ、ここ喫煙所だ。ここからすごい景色、もう
絶景見られますね。あのよく沖縄のハガキ、などに乗る風景なんですが、あのこちらの、高知島と本島をつなぐ橋になりますね。これは八ヶ地島、まあ、区別的に名護市になってるんですけど、であそこはあの小さな氷島があって、氷島は泣き人村になってます。なので泣き人村から同じ泣き人村の氷島行くのに、一回名護に入らなければならないですね。ここは結構面白いところです。ということで無事に部屋に到着しました。あーもう私はちょっと死ぬほど酔って、後半はずっと出てたんですけど、ここに久しぶりに来たらなんかすごく工事されてて、港ので、いつも あの出口じゃなくていつもあそこら辺なんですけど、なんか今回は
メンソーレイヘア。ちょっととりあえずなんかめっちゃ空いたから、ちょっと覚えのあるところに行きたいと思います。食堂、港食堂、港食堂ってところ。フェリーが来る時間すごい賑やかになるんですけど、少し時間経つとここは静かになりますね。はい、出てきました。カキフライ定食でございます。もう800円でこのゴリラのカキフライ、なんとかピクルス、ご飯と味噌汁待ってます。Thank you.